アベノミクスとかアベノマスクとかすごく安倍さんがついた政策が多かったんで、こうそう、あの今 の、 そのコロナっていう大変な時期を牽引してきた方だと思います。で亡くなってとても残念ですしびっくりしています。やっぱり残念でなりませんよね。これだけ過去長期にわたって日本を一度こう再生させるような方向に持っていこう持っていこうとされて、本当に努力されて、まだ信じられないし、何か日本でこういうことがあるっていうのが驚きというか、はい、もう何か言う、なんて言ったらいいか言葉が見つからないっていう感じです。